ミスをしまして、ゲーム画面はあるけど、僕らの声が全く入ってないという。これを見ながら、なんやなんや言っていくだけの時間を。あ、どんな、そうそうそう。動画やったみたいな。そうそうそう。もう、諦めてて、もうアリュール。いや、アリュール色紙なんだね、今。になってますよね。まあ、でもまあまあまあ。アリュールが弱いわけないじゃん、っていう。何かもしれない。でもね、そこまで僕は、なんか、やたらララバイさん、いや俺アリュールの話がそんなんで。それはでも、メーカーが頑張ってくれてたっていうのはあるんだ。メーカーが予想以上だったから、あ、もっといいはずや。もっといいはずね。でもこう、札幌でルメール確保できないっていうのは、ここら辺で俺ちょっと折れてるな。いや、一番人気でおかしくないのにルメールダメなんだ。結構アリュールですか。これアリュール、ね、すいません。メーカーは今疲れが溜まってるんで放牧に出しました。たけしか。たけしで行くのか、それかソダシの吉田隼人か。どっちだ。おい、たけし、たけしっぽいな。また美穂でこれから関東で乗らすからやっぱ美穂のいいジョッキー乗せときたいみたいな発想っすよ。いや、いよいよ。覚えてへんなぁ。神話ですよ、神話。全然覚えてないな。印とかもうこんなもん、印なんてグリグリ当たり前でしょって感じでしょ。え、どこデビューですか。札幌戦なのよ。いや、これワクワクしてるぜ、この時。おぉ。20万かよ、これ。ただこれ一番下の無印だから。すごい極端なんだよなぁ。いや、これ無難に、多分。まあ、札幌だし、旬でも会えないっていうことだろうな。札幌からですね。ちょっとこの子、アヒル節なのかな。どうすか。一番人気だよ。あー、なんだろう、このカモなのか、カモなのか。もし、あんまり知ったわね、見た目。先ちょっと選択肢広げてほしいなっていうところだよね。あー、新版の感じ。この音楽って、まあこれでしょ。うん。これは使われる。ダビスタはもう、結構契約してるんですか。いや、多分そうだと思う。曲全部作ってた。他のゲームも、なんか謎の、2歳以上だ。結構。ダート1700メートル。ちゃんと宝塚記念も、独特の音楽が。ああ、やってる。スタートしました。ちょっと。ボットをコースタートしたのは、8番、ノーベルプライズ。まずは先行争い。内から押して、2番、名称花森。外から上がるのは、ビルデローゼ。13番、馬沼アリュール、好位を切る。12番、バスクベレー、好位につけています。邪魔にされることはないけど、そこが。えらい外やな、言ってましたね。内から9番、バスクベレー。内側、8番、押し出された、そこみたいな。1、2コーナー中間。内押さえて、4番、シャドーアイランド。その外、7番、金の色。それを見るように、外側、5番、ミリオンドリームズ。2コーナーを抜けて向こう上面最近さ少し差が開いて10番ネコマヒカそのうち6番シャルルテミノ1番キボリドライブ13番かかってるかかってるおーかかってるかかってる2番ビデオの間にあんな1000メートルの通過タイムは1番5各番第3コーナーをカーブしていきます。後ろに11番ビルデローゼ12番バスクベレー好位を切る1番人気、13番、ウマグマリユー、この位置、これは押し切ってくれないとって言ってた。名称花子、そして知らずにあいつら4コーナーカーブから直線に向きます。イルデローゼ、離れて追走、200メートルを通過した。追い上げる、イルデローゼ、イルデローゼ、迫ってくる。追い上げる、イルデローゼ、並んで叩き合いになった。当時って言おうと思ってしまったんですけど、いや、新発生時でララバイさんがめっちゃへこんでたの覚えてるんですよ。あ、そんなの持ってきたりした。知らない。で、多分入球時期も、OK もらえる時期も、時期も、ちょっと早かったの。で、はい、やっぱり全部、メーカーとの比較で、じゃあメーカーよりは早くデビューできるし、馬のメーカーなんてデビュー勝ったりとかなんだから、じゃあ数に決まってんじゃんっていう。あ、もう、期待が乗って、だいぶ乗ったところの、この、
まあちょっと正直、ね、しかもこの辺メーカーがもうだいぶ弱ってたから、なんか僕らももうなんかあれこれなんか成立ゲーム実況としてなんかそうこれ何にも提供できひんなって言ってた時期でやばいなシンバでアリウム負けたからなんか焦ってた記憶は確かにあります。もう次阪神でアリウムですか。阪神のもう早く決めてしまおう、もうそう早く一勝まずしようっていうんで、おこれねたけしじゃないの、なんかこの辺覚えてますわ。たけし後崎さんにしたんだ。もう本当に無難の極めだよね、戸崎さん。あんまりいい言葉だよ。いやいや、それだけ、いや、期待には応えてくれるって無難の極め。極め。でも戸崎直樹、今年3位かな。いや、だからもう、ね、無難の極めなんだよ。いや、3位は無難じゃない。十分いいです。今年だって2名の直樹は、あ、そうだね、6位とかですかね。うん、まあ、結構、長期休んでたもん。そうです、そこがあるの。やっぱり一番下は印もらえないんだろうね。ここでグリグリじゃないのも俺は不満だったと思う。だいぶ被害しますね。ここはだってこんな弱いわけじゃないんだわ。どういう感じやろ、ほんま取ったのか症状まあまあとりあえず未勝利を見ましょうぐらいですかね。取った時期と上がってくるアップロードされる時期も全然だいぶ違うから、僕ももう時系列が全く分からなかったですよ。2月ぐらい違う。そうですね、今8月末だもん。取ってるのいつだろう、多分7月スタートしました。頭とかじゃない。コーダッシュはダイヤレイジング TMO スター。そうなんどの馬が先手を取るか。8番馬沼リーグ、すっと前に持ち出しました。外から上がるのは TMO スター。5番鈴風後位を切り、そのうち2番ダイヤレイジング、10番ライナス、後ろに7番名勝栄光、3番ノーザンキース、1・2コーナー中間内抑えの1番スターリバー、少し差が開いて6番名勝ナスカ、これからバックストレッチに向かいます。最高峰4番山銀馬、10頭各馬一段となっています。そこを変わってダイヤレイジング、下がらぬ8番ウマヌマリユー、5番鈴鹿の大雪、9番ヘイエムオスカー、続きまして10番ライナス、3コーナーに差し掛かろうとしています。 1000m の通過タイムは1分4秒0、少し差が開いて1番スターリバー、いや覚えてないっす。3番ノーザンクリス、外を抑えて6番名勝ナスカ、1番ニット7番名勝エコー、この位置最後方は4番ヤマグマヒュ、400を切って先頭ウマヌマリユー、その後鈴風、4コーナーカーブ直線コースに入ります。追いすがる鈴風、名勝栄光まだ動かない、鈴風、鈴風捉えに出る、先頭が変わった、ヘイエムオスカー、これなんでなんだろう、なんでなんだろう、長いかもみたいなのは言ってたかもしれない。だって最後のコースだから1着ヘイエムオスカー、2着鈴風、3着は混戦の模様です。驚くべき距離言ってきた記憶があって、でもそっからがなんか天気やった曲だ、スナタを信じてみるかみたいな、信じ始めで次ぐらいが多分スナタの提案で、いや言ってるここまで俺たち何もできないからもしかしたら乗ってみるかな、任せるんがいいんちゃうか説がぼちぼち出てきたところかなって気がするね。あれみたいなという感じでした。ここまで、ここだけで、ここまで音がなかったんです。いや本当になんかあのようですね、手間をかけましたが、ちょっとこんな感じでしたと。ちょっとちょれ。ああ、いいですよ、いいですよ。さあ、じゃあ、俺はまたマイクのセッティングと。ここから、まあ、あの続きのゲームと。ゲームで遊びましょうの時間です。ただ、マジで前回何やってたっけ、何やったっけ。